こんにちは、マダム恵美子です。鼻呼吸を普段の生活の中で習慣づけることができると体に良いことがいろいろ起きてくることを皆さんご存知ですか？まずは私とご一緒に正しい鼻呼吸の基本のやり方をしてみましょう。まず鼻先はやや上に向けます。斜め45度のあたりです。次に口はしっかりと閉じて鼻から3秒吸います。そして吐く時も口をしっかりと閉じて鼻から3秒で吐きます。こんな感じですよ。こんな感じです。もう一つ呼吸法を、この鼻呼吸の呼吸法を組み合わせた立ち姿勢を良くする簡単なエクササイズをしてみましょう。立ち方はこんな感じです。つま先と膝の向きを斜め45度外側に向けます。このようにつま先が内側に向いた形 NG です。理由は内股にすると骨盤が広がり、お腹に力が入りにくくって反り腰やこう猫背になりやすいためです。で、手は溝落ちのあたりにキープします。こんな感じです。ちょっと大きなスイカを抱えているようなイメージです。ですね、この体勢で鼻呼吸の基本のやり方と組み合わせて3セット行うだけ、ボディが引き上がってお腹と背中の筋力アップになります。美しい姿勢の癖もつけられますよ。では一緒にやってみましょう。はい、鼻から息吸って、鼻から息吐きます。もう一回、鼻から息吸って、ちょっとボディ引き上がってませんか？鼻から息吐きます。そう、3セットをやってくださいね。鼻呼吸は口呼吸よりもはるかに私たちの健康を守ってくれます。マスク生活が増える中ですが、マスクの下で鼻呼吸をすることがとても大切です。理由は鼻毛がフィルターの役割を果たしてくれ、空気中の細菌やウイルスが体に侵入するのを防いでくれるからです。またさらに鼻の加湿効果によって肺に優しい空気が届けられます。鼻呼吸を癖にすると免疫力がアップし、健康面にも良い効果をもたらせてくれると言われています。もう鼻呼吸を習慣化するしかないですね。いかがでしたか？